DAZN。 ディフェンス右から松本優真、黒木健吾、中盤の底が主戦場の遠藤光を今日もセンターバックで起用と読んでいます。左に辻岡優真、中盤の底は安田小次郎と力安翔吾のドイツボランチ、右に阿野真宏、左に井上蓮、2トップは前節先制点の竹颯が橋本圭吾11ゴール9アシストの橋本と2トップを組みます。真ん中に大島春樹、左に中里貴弘、アンカーの位置に小島修斗、右に松村幸喜、これが99試合目の出場、左に藤田康人、2列目に6得点の菊谷敦史と8得点3アシストの奥村浩二、脇坂俊平と茅沼雄生が2トップを組みます。左の井上が中に入っています。前へ飛ばしていった、オフサイドのフラッグは上がらない。竹颯こぼれた、正面ポスト、こぼれたボール、あのが詰めていきました。さらに高い位置、4枚の右、松本が逆サイド取っています。橋本が抜けていく、抜けていく、左にキーパー後藤、よく出ました後藤直樹、そしてスルスルっと橋本、剥がして松村、細かく合わせる茅沼がここまで降りてきています。遠いサイド呼び込んでいく、運ぶ中、藤田も入ってくる、先制点は FC 横浜、右からの崩し、ロングフィード抜け出して一度中を見せておきながら、ここ弾いたところでした。一度キーパーの大木が弾きます。その後詰めていった脇坂良平、中繋いでいく、茅沼が本当によく動いています。この中を通す、今日ついた形、菊谷から前へ、脇坂につける、右足2点目、脇坂あっという間に2点、横に揺さぶっておいて最後持ち込んで振り抜いた右足ミドルシュート、今日2点目。アディショナルタイム目安の3分表示されています。アディショナルタイムに入っています。橋本をスルーした、松本キーパーの正面となりました、これで再開です。何度か時計を見せていましたが、主審の笛、狙っていった、あの真宙を狙っていきました、枠に行っていました、松本がセットします。4本目のコーナーキック、テイバジャーの宮崎、点差2点、ニアサイド、ルックアラウンドしながら、また入ったエーナが上げていく、1点返した、テイバジャーの宮崎、橋本圭吾今シーズン12点目。エースに託したボールでした。しっかりといいプレーを見せることで、今日2000人を超える皆さんが集まってくれました。パンチング。点差1点だ。さつきだ。エースに託す。中、つなぐ、井上。満足に蹴らせてもらえなかったのはファールではないのですか、竹颯、最後の最後の局面です。
クーパーのゴール入った。さらに竹早手クロスバーの上でした。目安の5分は過ぎています。浮かせてきた、逆転、ひっくり返したテクマザーの宮崎、ドラマを作ってみせました。見せました、最後までテクマザーの宮崎。渾身のヘディング、これが竹早手です。アディショナルタイムに入った時点では目安は5分でした。ちらりと時計を見て主審西山高尾、ゲームを終える、長いホイッスル、テゲバターの宮崎、今季3度目の連勝、ホームでは8月の末から負けなし。序盤苦しんだ今シーズン、 V 字回復のホーム最終戦、白星で飾りました、劇的な逆転勝ち。残り2試合連勝を目指して臨んだ YSCC 横浜、勝ち点は32のまま最終節を残し、 J3JFL 入れ替え戦となることが濃厚な19位、これで確定です。ダゾーン。